短島は長崎県長崎市にある島である。軍艦島の通称で知られている。羽島とも書いていた。明治時代から昭和時代にかけて海底炭鉱によって栄え、日本初の鉄筋コンクリート造りの高層集合住宅も建造されるなど、1960年代には東京以上の人口密度を有していた。 1974年の閉山に伴って島民が島を離れてからは無人島である。2015年国際記念物遺跡会議により軍艦島を構成遺産に含む明治日本の産業革命遺産製鉄、成功、造船、石炭産業がユネスコの世界文化遺産に登録された。左下が炭島、右上が中の島。 平山の1974年撮影。同じく炭鉱で栄えていた高島の南端からは南西に約2 5トルの距離にあり、長崎半島からは約4 5トル離れている。炭島と高島の間には中の島という小さな無人島があり、ここにも炭鉱が建設されたが、わずか数年で平山となり、島は担当の住民が 公園や火葬場、墓地として使用していた。その他橋島の南西にはサンツセという岩礁があり、丹島炭鉱から行動を伸ばしてその区域の海底炭鉱でも採掘を行っていた。丹島は本来は南北約320メートル、東西約120メートルの小さな瀬だった。その小さな瀬と周囲の岩礁、サスを 1897年から1931年に渡る6回の埋め立て工事によって約3倍の面積に拡張した。その大きさは南北に約480メートル、東大に約160メートルで南北に細長く、海岸線は直線的で島全体が五岩堤防で覆われている。面積は約6.3ヘクタール、海岸線の全長は 1> 約1200メートル。島の中央部には、埋め立て前の岩山が、南北に走っており、その西側と北側及び山頂には住宅などの、生活に関する施設が、東側と南側には、炭鉱関連の施設がある。旧高島町の年間平均気温は15摂氏16度。平均降水量は2000ミリメートル。冬は、比較的雨量が多い。 夏は南東風、ハエ、冬は北西風、北風が多い。この島には植物が非常に少なく、丹島を舞台とした1949年の映画、緑なき島のタイトルにも現れている。住民は本土から土砂を運んで屋上庭園を作り、家庭でもサボテンをはじめ観葉植物を置くところが多かった。また、 主婦には、生け花が人気だったという。西山ウゾおもくさは、ほとんどないと述べているが、これについては、誇張的という指摘がある。閉山後の調査では二十数項目の植物が、確認されており、特に、オニアブマを、ボタンボウフう、ハマススきの三種が担当の、主な植物として挙げられている。丹島丹港の歴史区分は、大まかに、第一期。 原始的最短期、第2期、ナヤ制度期、第3期、産業報告期、第4期、復興、近代夏期、第5期、石炭衰退、平山期、第6期、廃墟ブームと、産業遺産期に分けられる。担当の名がいつ頃から用いられるようになったのか、正確なところは不明だが、商法国絵図には、橋の島、元禄国絵図には、丹島と記されている。 天保国絵図にも、丹島とある。丹島での石炭の発見は一般に1810年のこととされるが、佐賀領より到来の最初当確によると、1760年に、佐賀藩、深堀領の茅木村と幕府領の野茂村、高浜村が、丹島、中野島、下双子島、三津瀬の領有をめぐって争いになり、その際に、 両者とも、以前から自分たちの村でカッコン掘り、かやがり、のやき、採掘を行ってきたと主張。特に校舎は、40年余り以前に、野茂村の梶冶や勘兵衛が見つけ、高浜村と共に採掘し、長崎の稲佐で売り歩いていたと述べている。なお当時は、幕府寮では、初島と、佐賀寮では、丹島と書いていたようである。担当の埋め立ての歴史このように、 石炭発見の時期は、はっきりしないが、いずれにせよ、江戸時代の終わりまでは、漁民が、漁業の傍らに、磯掘りと称し、ごく小規模に、露出炭を採掘する程度であった。1869年には、長崎の業者が採掘に着手したものの、1年ほどで、廃業し、それに続いた三社も1年から3年ほどで、台風による被害のために廃業に追い込まれた。 36メートルの縦坑が無事に完成したのは1886年のことで、これが第一縦坑である。明治後期の炭島1890年、炭島炭鉱の所有者であった、鍋島孫太郎が、三菱社へ10万円で譲渡。炭島は、その後100年以上にわたり三菱の私有地となる。譲渡後は、第二盾坑と、 第3縦港の改作もあって谷島炭鉱の出炭量は高島炭鉱を抜くまでに成長した。この頃には車線、夕顔丸の修航声援、上流水器設置に伴う飲料水供給開始、車立の尋常小学校の設立など、基本的な居住環境が整備されるとともに、島の周囲が段階的に埋め立てられた。1890年代には、 隣の高島炭鉱における、納屋制度が、社会問題となっていたが、炭島炭鉱でも、同様の制度が敷かれていた。高島同様、炭島でも労働葬儀がたびたび起こった。納屋制度期における、軍艦島の生活は、以下の通り。炭島における、納屋制度の廃止は高島よりも遅かったが、段階的に廃止され、すべての労働者は、三菱の直轄となった。 三菱短島労働状況日本労務管理年次労務管理資料編纂会 S37S39 交付募集人は応募者一人につけ3円ずつの、手数料を得る。炭鉱を、楽園のごとく不意調し、世人を疑慢。交付はいずれも故郷を忘れがたく、募集人の下端に騙されたるを食いている。会社はインバイフを雇い随所にインバイ店を開業させ、 さらに賭爆を奨励。交付は哀れこの完成に陥り、前尺の弱みに自由を爆死去られている。長崎で建造された戦艦、土佐、東亜日報1922年6月8日、長崎付近の朝鮮、村なや制度の廃止、三菱による交付の直轄化が、RC アパートの建造と共に進められ、1916年には、日本で、 最初の鉄筋コンクリート作りの集合住宅、30号棟が建設された。この年には、大阪朝日新聞が担当の外観を、軍艦と、美馬が不層であると報道しており、5年後の1921年に、長崎日日新聞も、当時三菱重工業長崎造船所で、建造中だった日本海軍の戦艦、土佐に似ているとして、軍艦島と呼んでいることから、 軍艦島の通称は、大正時代頃から用いられるようになったとみられる。ただし、この頃はまだ鉄筋コンクリート作りの高層アパートは、少なく、大半は、木造の平屋か2階建てであった。RC 作りの30号棟が完成した1916年までに、まず世帯持ち交付の納屋が廃止されたが、1930年の直営合宿所の完成以降には、 単身交付の納屋も順次廃止され、1941年には、ついに単島から、納屋制度が全廃される。しかし、代わって登場した、三菱の直轄機宿舎も、劣悪であった。例えば1916年に建設された30号棟は、世帯持ち校内夫向けの6畳1軒の小住居が、炉のアザプランの一面に敷き詰められ、その狭さから、 建設当初から評判が良くなかった。一方で、後に建設された、郊外夫向けの16号から20号棟は、6畳プラス4.5畳という、やや広めの間取りで、丹島における、郊内夫と、郊外夫の差別がそのまま RC 化されていた。昭和初期の丹島丹島炭鉱は良質な、強年間が取れ、隣接する高島炭鉱とともに、 日本の近代化を支えてきた炭鉱の一つであった。それを支える労働者のための福利構成も急速に整えられ、1937年の時点で教育、医療保険、商業娯楽等の各施設はすでに相当なレベルで整備されていた。一方で仕事は非常にきつく、1日12時間労働の2交体制で、星をいただいて入校し星をいただいて、 抵抗する。火の光に当たることがないとの言葉がある。1916年以降から少年及び夫人の校内私役が開始され、大正中期からは内地人の不足を補充するために、朝鮮人労働者の私役が開始される。1939年からは、朝鮮人労働者の集団移入が本格化し、最重労働の最高負のほとんどが、 朝鮮人に置き換えられたほか、1943年から中国人捕虜の強制労働が開始された。朝鮮人労働者は、なや、中国人捕虜は、担当の南端の囲いの中にそれぞれ収容されたという。戦後、高島、丹島、先との三考の家人労務者やその遺族らが、国、長崎県、三菱マテリアル、三菱重工を相手に、 損害賠償を求めて起こした訴訟では、長崎地裁が2007年3月27日に、賠償請求自体は請求権の期限が経過しているとして棄却したものの、強制連行、強制労働の不法行為の事実については認定した。1939年には、校内でガス爆発事故が発生し、死傷者34名を出した。 戦時中の1941年から始まった産業報告戦士運動の結果、石炭出荷量が最盛期を迎えた1941年には約41万トンを出荷。1943年には第2リター港より1日に2062トンを出荷した。この時期の担当の生活は極めて劣悪で、 高浜村炭島支所に残された1939年から1945年の仮想認可消化不申請書によると、この時期の炭島における死亡者は、日本人1162人、朝鮮人1 2 2人、中国人15人であり、朝鮮人や中国人だけでなく、日本人も相当な人数が死んでいる。死因は、主に爆笑死、圧死、窒息死などで、 1940年の担当の推定人口が3333 33人なので1人の40%近くが死んでいる計算になる。1945年6月11日にアメリカの潜水艦ディランテが停泊していた石炭運搬船白樹丸を魚雷で攻撃し撃沈したが、このことは米軍が炭島を本物の軍艦と勘違いして、 魚雷を打ち込んだという噂話になった。1945年には、高島西発電所が空爆を受け、第二建て港が水没する。1945年に完成した65号胸北島の防空用偽装塗装に、この時期の記憶が残る。労働者に給与として、日本円の代わりに支払われた、担当の単行札。現金を支払わないことで、 会社の運転資金の節約と労働者の移動を制約する役割がある。1916年施行の工場法で禁止されたが、現実には1960年代まで行われた終戦直後、朝鮮人、中国人の帰国や生活に困窮した労働者の当該離脱のために一時的に人口が激減するが、なお、1945年当時の担当の人口データは、 終戦の混乱期ということもあり、国勢調査のデータで1656人、高島町丹島支所のデータで4例ン。022人と大きな乖離があり、あまり当てにならない。1945年10月の石炭生産緊急対策要項による復興資金の供給。さらに1948年に GHQ によって輸入座等の出端奨励特配が行われ、 また、福音社の帰還によって1948年以降には、逆に人口が急激に増加する。同時に、住宅不足が深刻化する。この時期には設備の近代化と同時に、労使関係の近代化が行われた。1946年には、丹島、炭鉱労働組合が結成され、組合闘争の結果として賃金が上がり、ますます転入者が増えた。 賃金の上昇と同時に炭鉱の稼働率は下がり余価が増えた。遊び場にブランコも設置され住みやすくなった。特に1955年の海底水道開通でいつでも真水の風呂に入れるようになるなど生活環境は劇的に改善した。島内には3つの共同浴場が存在し職員風呂と公員風呂の区別があったがこれも 労働組合結成直後に起こった差別、撤廃闘争で解消するなど、戦前からあった職員と公員の差別は、戦後から閉山期にかけて段階的に解消されていった。しかし、住宅問題は、労使のタブーであり、会社の職員に、上層の広い部屋が当てがわれ、一般の公員に、中層のやや狭い部屋が当てがわれ、下請け労働者に、 仮装のとても狭い部屋が当てがわれるという区分は労働組合に黙認された。住宅規模は住人の家族数にはあまり考慮が払われておらず、金属年数や食会など住人のランクに応じたものが当てがわれており、住宅に関しては歴然とした階級社会であった。海が荒れると潮が建物を乗り越えて上から降る。 塩郊外の狭い公園合宿で単身コフラが共同生活をしている一方で、校長の自宅は波のかからない高台の一軒家にあり、すべての一般公員が3つの浴場を共同で利用している一方で、校長の自宅には個人用の風呂があったの風呂、校長の自宅の風呂、計5箇所。また、会社の立場からは、稼働率の低さ、労働者の流動性の高さ、 出荷量の低さが問題となった。労働法の整備などによって、労働者の労働時間が制限されたため、戦時中と比べて人口が急激に増加したにも、かかわらず、石炭の生産量は大きくダウンした。食ったり遊んだりする分しか働かない単身者ではなく、家族持ちを多く採用する。 掛け売り制の採用、設備の機械化による合理化などの対策が提案されたが、労働組合との関係もあり、この時期はあまりうまくいかなかった。人口が最盛期を迎えた1960年には5267人の人口があり、人口密度は83600人、平方キロメートルと、世界一を誇り東京特別区の9倍以上に達した。 観光施設、住宅のほか、高浜村役場丹島支所、高島町丹島支所、小中学校、店舗、病院、寺院、潜伏寺、映画館、昭和館、理髪店、美容院、パチンコ屋、雀僧、社交場、白水園などがあり、島内において、ほぼ完結した都市機能を有していた。ただし仮想場と、墓地、十分な、 広さと設備のある公園は島内になく、これらは、丹島と高島の間にある中の島に建設された。1951年には、港内で、ガスと湿事故が発生している。1960年以降は、主要エネルギーの石炭から石油への移行により衰退。特に1964年の急変地層行動の、自然発火事件が、痛手となり、 炭鉱の規模が縮小される。これ以降人口が急速に減少する。しかし炭島炭鉱は1965年に3、続区域の新興が開発されて一時期に持ち直し、人口は減ったものの機械化、合理化によって、生産量も戦時中に迫る水準となった。さらに、き部屋となった2個を1個に改造するなどして、住宅事情は劇的に改善した。 この時期の担当の住民にアンケート調査を行った長崎造船大学の片寄敏秀によると住民の充足度も高くこの時期の淡島は福祉施設の不足を賃金の高さでカバーしている他は全てが狭いところで完結しているシビルミニマムの完全充足期と評されるしかし1970年代以降のエネルギー政策の影響を受け 1970年に、橋島沖開発が中止になり、会社側が、荒金井の地修了期を発表を。その後数百万トンの石炭を残したまま1974年1月15日に、閉山した。閉山時に、約2000人まで減っていた住民は4月20日までに、すべて島を離れ、4月20日の連絡船の、最終便で退去した、総務課の N 氏 担当の最後を見届けるべく乗船していた研究者の片寄せとしひで悪意をしたか、片寄せの友達である作家の小松作表らの離島を持って、炭島は無人島となった。しかしその後すぐに人がいなくなったわけではなく、高島工業所による残務整理もあり、炭鉱関連施設の解体作業は1974年の末まで続いた。 片寄せ都市費では、食住近接、シビルミニマム充足、住宅問題解消の3つの実現をもって、この時期の炭島を理想号とも表しているが、最終的に鉱山は閉山となり、少しの退職金を手に全国に散らばった老齢の元公院の再就職の苦労という現実も取材していることから、炭島において外見的に実現していた理想号そのものが、 真に人間が要求するものではなかったことを証明しているのではないかと一方でやや批判的な見方もしているいずれにせよ同時期の殺伐とした本土とは全くかけ離れた社会であるこの時期の短島も日本の一部であり日本の一つの尺度と見ているメディアを再生する担当の姿担当の 北東側フカンドルフィン桟橋から丹島に上陸する観光客前景閉山が前より西山宇蔵や片寄俊秀をはじめとする西山研究室の人々によって主に住まいの方面からの調査が行われていたが島全体が三菱の私有地であり部外者に対しては外勤と呼ばれる監視がつくのはともかく調査を行う西山研究室の人々の後を 総務課の N 氏が、密かにつけているなど、会社に常に監視されており、調査は限定的にならざるを得なかった。また、住人らは、戦時中の、闇の部分を語ろうとはしなかった。長崎造船大学の教授として、兄弟の西山宇造に代わって1970年5月から1974年の平山までにかけて、 担当の生活を詳細に調べ上げた片寄せは、軍艦島の充足した生活という、光の部分だけでなく、戦時中の圧勢山と呼ばれる、奴隷労働や、中国人、朝鮮人の強制労働の実態といった、闇の部分も、明らかにし、論文、軍艦島の生活環境としてまとめ上げ、雑誌、住宅に掲載された。しかし、 これ以上暗い時代のことをほじくり出さないでほしいという、元住民の眼差しと板ばさみとなり、片寄せは、研究を中断するに至る。閉山後より、悪意た高の調査によって、建築の方面からも光が当てられた。また、高浜村丹島支所の跡地から戦時中の日本人、中国人、朝鮮人の死亡者が記された、仮想認可証付け申請書が発見され、 林英大の調査によって、単島炭鉱の闇の部分にも光が当てられるようになった。戦時中の担当の朝鮮人皇府の足取りに、関しては、1992年に死者への手紙、海底炭鉱の朝鮮人皇府たちとしてまとめられた。奴隷労働があったとする方寄せは、この調査に対して、その努力を決して無駄にしてはならないと思うとしている。 2000年代より近代解散として、また大正から昭和に至る集合住宅の移行としても注目されている。廃墟ブームの一環でも、しばしば話題に上る。無人化以来、建物の崩壊が進んでいる。ただし、外壁の崩壊箇所については、一部コンクリートで修復が行われている。島は、三菱マテリアルが所有していたが、2001年、 高島町に無症状とされた。所有権は2005年に高島町が長崎市に編入されたことに伴い長崎市に継承された。建物の老朽化、廃墟化のため危険な箇所も多く、島内への立ち入りは長らく禁止されていた。2005年8月23日、報道関係者限定で特別に上陸が許可され、後輩が進む。 島内各所の様子が各メディアで紹介された。島内の建築物はまだ整備されていないところが多いもののある程度は安全面での問題が解決され2008年に長崎市で長崎下西島見学施設条例と短島への立ち入りの制限に関する条例が成立したことで島の南部に整備された見学通路に限り2009年4月22日から 観光客が上陸、見学できるようになった。解禁後の1ヶ月で4,601人が短島に上陸した。その後も、半年間で34,445人、1年間で5万9,000人、3年間で27万5,000人と、好調である。なお、上陸のためには、風や波などの安全基準を満たしていることが、条件になっており、 長崎市は上陸できる日数を年間100日程度と見込んでいる。軍艦島上陸ツアーによる経済波及効果は65億円に上る。一部で世界遺産への登録運動が行われ、2006年8月には経済産業省が単島を含めた明治期の産業施設を地域の観光資源として活かしてもらおうと。 世界遺産への登録を支援することを決定した。2008年9月に、九州、山口の近代化産業遺産群の一部として、世界遺産暫定リストに追加記載されることが決まり、2009年1月に記載された。軍艦島を国の文化財に指定する動きは、2013年11月5日の、 参議院内閣委員会にて、秋の構造参議院議員が未だ国の文化財ではなかった、軍艦島に国の財政支援を求める質疑を行い、国が必要な予算の確保に努める意向を示したことで、2014年1月に長崎市は文化財指定に向けて意見具心を行い、2014年6月20日に文化審議会が軍艦島、 イコール単島炭鉱跡を含む3つの炭鉱跡で構成される、高島炭鉱跡を史跡に指定する、要文部科学大臣に答申して、2014年10月6日に、軍艦島は国史跡として文化財指定された。これで軍艦島が世界遺産登録へ向けて、非可動遺産に必要な要件である国の文化的価値、付けが明確になった。しかし、 2015年3月31日に、韓国政府が担当の世界遺産登録に反対を表明し、僕恵元大統領、イン・ヒノエよ外交部長官が人頭式を取り、ユネスコ国際記念物遺跡会議、世界遺産委員国などに端島を世界遺産登録として認めないように、外交活動を行っており、日韓の外交問題となっている。長崎市の協力のもと、 立ち入り禁止区域や屋内を含む、島内全域を撮影した、担当の Google ストリートビューが、2013年6月28日に、公開された。長崎大学インフラ庁寿命化センターは2009年度より、軍艦島の 3D による、記録、保存管理に取り組んでおり、2014年には、長崎市の委託を受けて、3D レーザースキャナ全方位カメラ、 無人航空機、水中ソナーなどを用いて、全島の三次元データでの記録化を行った。江戸時代は、幕府領の彼絹郡高浜村に属していた。ただし前述のように境界をめぐる総論があり、1773年に、幕府領、佐賀領とも、丹島に干渉しないとされ、帰属先は定められていない。1889年4月1日の、 町村政志向により、西園木郡高浜村担当名となる。1955年4月1日に、高浜村が、野茂村、脇岬村、香島村と合併して、野茂崎町となった際、丹島は、高浜村から分離し、高島町に編入され、西園木郡高島町丹島となった。2005年1月4日に、高島町が、 長崎市に編入され、長崎市高島町あざたん島となる。担当の地図。紫は、炭鉱関連施設。青は、工員社宅。水色は、職員社宅。緑は、その他の住宅、公共施設等。2009年4月現在、立ち入りが許可されているのは、赤色の見学通路、見学広場のみ。1930年代の担当の、 集合住宅単島に残る集合住宅の中には、保存運動で話題になった、同巡会アパートより古いものがいくつか含まれている。7階建ての30号棟は1916年の建設で、日本初の鉄筋コンクリート作りの高層アパートで、ある。30号棟を皮切りに、長屋を高層化したような日給社宅など、次々に、高層アパートが建設された。 第二次世界大戦前頃、国内では、物資が不足し、統制が行われ、鉄筋コンクリート作りの建物は建設されなく、なったが、この島では、例外的に建設が続けられ、1945年春高の65号棟は、丹島で最大の集合住宅である。なお、丹島で、鉄筋コンクリート作りの住宅が建設されたのは、狭い島内に、 多くの住人を住まわせるため、建物を高層化する必要に迫られていたためであり、校長や幹部職員などのための高級住宅は、木造であった。高層アパートの中には、売店や保育園、警察発出所、郵便局、パチンコ屋などが、地下や屋上に設けられたものがいくつかあった。また、各棟をつなぐ複雑な廊下は、 通路としても使われ、雨でも傘をささずに島内を歩けると言われたという。どの建物にも人員用エレベーターは設置されておらず、また個別の浴室設備を備えるのは、校長社宅の5号棟及び、幹部職員用アパートの3号棟、職員用集会宿泊施設の7号棟、そして、島内唯一の旅館、清風荘だけであった。トイレも多くが、落下式であったが、 平山寺には半数ほどの住宅で水泉式が導入されていた。水寺上は平山がまで共同のところが多かった。岩山の南端、貯水槽の隣に灯台があるが、これは平山によって夜間の島の明かりがなくなったため、その翌年建てられ、同年12月29日に初点灯したもので、正式名称は、非前端島灯台。灯台は、 1998年12月17日に強化プラスチック製の2代目に建て替えられた。木造や鉄骨造りで建設された建物は元から荒波にさらされ続けた上に風雨のほか防水技術の問題や無人化によって維持管理がなされなくなったことから急速に劣化しており、1号棟の廃電をはじめ完全に崩壊したものが多い。なお、 障害対策として、建物外部に、鉄製の部品が用いられることは、ほとんどなかった。鉄筋コンクリート作りの場合も、その技術が未熟な時期のものも多く、廃筋計画の問題のほか、建材の入手難から海砂を混ぜていたこともあり、劣化が進んでいる。56.575棟に設けられたキャンチレバーは、その設計に不備があったため切れつが入り、 鉄パイプの支柱で補強されていたが、閉山後その支柱も消失し、キャンチレバーが崩落するのは、時間の問題とみられる。75棟は、波で土台の土がさらわれ木礎ぐいが剥き出しになっている。30号棟を筆頭に古い、鉄筋コンクリート建造物が取り壊されることなく、手付け数のまま放棄されているため、建築工学の観点からも、 経年劣化などの貴重な資料として注目されている。建設年代は、大正時代を赤、昭和を緑、昭和を青で色分けしている。構造、階数の背景色は木造を赤、鉄筋コンクリート造りを青、その他を緑とし、建物用途は蒸気の図に同じ。丹島神社1936年に建設された。 小高い丘の上に一階建ての丹島神社が建つ。例祭は毎年の4月3日頃の日曜で、神輿の他に、主婦会によるバザーなどもある。神輿が地獄壇を駆け降りるところが見物。神社の下には温室がある。3十号棟3十号棟は1916年に建設された日本初の鉄筋コンクリート作りアパートである。 グラバー邸のトーマス・ブレイク・グラバーと関わりがあるという説があり、通称グラバーハウスと呼ばれる。当初は4階建てであったが、完成後間もなく7階建てに増築されている。島の南西部、岩山の南端の山麓に位置する。中央に吹き抜けを持ち、上から見ると、ほぼ正方形に近い、炉の時計をした建物である。吹き抜けの周りを囲むように炉の地形の廊下があり、 階段も吹き抜けに面している。その周囲に共栄型に住居が配置されている。後院社宅として建てられたが、平山寺には下請け販売として用いられていた。7階建てだが、部分的に近いもあり、平山寺は売店が入っていた。個数は140個、そう床面積は3808.0平方メートル。基本的な木橋の構造は、 1K 1が19個と 1K が1個と共同トイレ。25号棟、26号棟、緑道とは、通路でつながっている。建物の南東側には、船着き場に直通のトンネルの出口がある。当時はまだ技術的に未熟であり、また材料や環境の悪さゆえ、最初に作られた仮想界の劣化が早かったため、1953年、 上層階をそのままに下層階の鉄筋を取り替え、コンクリートを打ち直して改築している。日給社宅とは、1918年に建設された、コ院社宅、16号棟から20号棟の通称である。日給社宅という名前は、当時のコ院が日給制だったことによる、30号棟に続いて建てられた、島内でも特に古い住宅である。 同じ向きに並んだ各棟の西側が、傍聴大廊下と呼ばれる、連絡通路でつながっており、すべての木座橋が一体となっている。地下には、店舗が、屋上には、公園や農園があった。トイレは、各棟の大廊下側に共同トイレが設置されていた。この住宅の特徴は、大廊下があったこともあって、戸外床面積の割合が約4割も占めていたことで、ある。 正面が、千福寺、左が、昭和館23号棟は1921年に、建設された二階建て木造建築で、一階が、社宅、二階が寺となっている。住職は全州だったが、島唯一の寺として、すべての宗派を扱うため、全州と称していた。島における死亡者はここに安置された後、火葬場と墓がある中の島に送られる。 1927年に建造されたアールデコ風の映画館。社経営で2階席を完備し、平日は6時から2回上演していた。単島においては、福利構成が重視され、映画が長崎市内よりも早く風切りされることから、それを見るため当該から訪れる者もいた。演劇やコンサートなども行われた。炭行は24時間の参考代勤務で、 日中は暇な人も多いため、非常に賑わったが、テレビの普及後は衰退し、成人向けのポルノ映画の上映が増えた後、1970年に閉館した。単島炭鉱は、賃金が高いこともあって、テレビなど家電製品の普及が早く、狭い部屋の中にオーディオセットを備える家すらあった。左、65号棟、右、75号棟、手前。 資材倉庫65号棟は、鉄筋コンクリート作りの公園社宅で、端子まで最大のアパートでもある。この字型をしており、最初に建設された北側の7階建て、報告料は、第二次世界大戦中にもかかわらず建設が進められ1945年に完成した。その後8階9階部分を増築、東側を9階建てで増築、東側に10階部分を増築。 南側を10階建てで増築と段階的に拡張している。最終的には317個、そういう仮面積16,895.5平方メートルとなった。計画時は北側の胸にエレベーターが設置される予定だったが、中止となりそのスペースは住居に転用された。上層階には1941年完成の中央住宅で、 本格的に採用された感知レバーが設けられている。基本的な部屋の構造は 2K。4階と7階には緑道への連絡通路が、地下1階には利用室がある。1958年に完成した南側の棟は、新65号と呼ばれていた。端子までは最も高い建物で、括弧に水泉式のトイレが完備されていた。端子までは、 明治期に作られた岩壁と海底坑道の実が世界文化遺産、明治日本の産業革命遺産製鉄、成功、造船、石炭産業の一部として世界遺産のコアゾーンに指定され保護の義務が課されている。一方でこれ以外の他の近代に建築された建築物などは世界遺産を保護するバッファーゾーンに指定されているため保護の義務が課されず、 多くは崩壊するままとなっている。なお、海底行動は非公開であり、岸壁はコンクリートの補強で覆われているため、軍艦島では岸壁の表面のコンクリートが崩落した部分からのみ、世界遺産である石組みを見ることができる。岸壁明治時代に建造された天河工法と呼ばれる伝統的な石組みで組まれた五岩。 コンクリートで補強されて現代まで使われているが、波が激しいためコンクリートがしょっちゅう剥がれ、補強工事が行われていた。波が特に激しい外洋に面する北西面は15メートルの高さがあり、さらに波返しもついているが、湿気の時はその上に立っている4.5階建ての建物すら乗り越え、上から潮が降る、潮郊外となる。世界遺産。 行動明治時代に開発された、担当の地下に広がる、丹島炭鉱の行動。この時代としては、世界でも珍しい海底行動である。世界遺産。道路島内の道路は、30号棟と病院を結ぶ、商店街のある街路、岩山の尾根付近を30号棟から65号棟の屋上をつなぐ山道、岩山の東の中原の緑道の3本が並行して、 走っていて、屋内外の階段、スロープ、廊下、連絡橋、屋上などで各棟と接続していた。交通はほとんど徒歩のみで自転車はなく、自動車もオート三輪が2台あるのみであった。丹島公園丹島公園と65号棟。65号棟北棟のベランダには、戦時中の防空用偽装塗装が、 かすかに残るこの地型の65号棟の内側にある、島内最大の公園。ブランコや、滑り台などの遊具が多くあり、自動公園としては充実していた。橋間公園と書かれた看板が目印だった。公園ができる前は、木造の社宅があった。塩郊外57号棟から続く商店街の北の、橋で、59から66号棟と65棟の間にある。 59から66号棟の上を越えて波が降りかかるので塩郊外という地獄団地獄団と丹島銀座59号棟、57号棟、16号棟の間にある階段。丹島随一の繁華街である丹島銀座の正面にある丘の上の丹島神社までずっと続いており登るのがとても辛いので地獄団という。 ここを登ると丹島神社で、祭りの日はここを、神輿しが郵送に駆け下りる。X 階段67号棟の階段。上下の移動と左右の移動を可能にするため、X の字のような特徴的な形をしている。命の階段、第二縦高校校、命の階段、総合事務所、第二縦高校校三橋にかかる階段。校内はとても危険で死ぬこともあるため、 ここを歩くたびに、命のありがたさを感じるため、命の階段という。行為は、命の階段を通って、高校桟橋からエレベーターで行動に入る。総合事務所、第2立高高校の横のレンガ作りの建物。もともとは1935年まで、第3立高のまくり座として使われていたが、廃校後、資材置き場や風呂などがある、総合事務所に転用された。 行動から上がってきた行為は、命の階段を通って、総合事務所で風呂に入る。ドルフィン桟橋初代は1954年完成。それ以前は連絡船は直接接岸できず、橋家に乗り換えて短島に上陸していた。現在使われている三代目は1962年に完成。メガネ棒波堤にある穴で、そこから高島を見ると、近くに見えるので、 メガネと呼ばれていた。端子まで発生したゴミはここから捨てられる。担当の周辺の海は、ゴミの他にも、糞尿などが垂れ流しで、衛生状態が非常に悪かったが、多くの人が気にせず泳いでおり、感染症にかかる人も多かった。感染症にかかった人は、68号棟の世話になる。 平山直前の1973年1月に、ゴミの廃棄中に女性が高波にさらわれる事故があり、ここからゴミを捨てることが禁止され、島内で焼却することになった。丹島は釣りを趣味とする人も多く、釣りスポットの一つとなっていた。現在も担当の各所は、釣りスポットとなっており、世界遺産に指定されて、クルーズ船が就航する以前より、 漁船をチャーターして上陸する釣り人がいる。この辺りでは、チヌがよく釣れる。遊郭南部商店街に存在した。王子は前に列をなしたというが、常連と次第に顔馴染みになって、交渉としての性質が失われることから、流行らなくなり、若い人は金を貯めて長崎まで行くことが多くなった。1952年時点で商店となり、その後火災で消失し、 その後地に31号棟が建てられた。非前丹島灯台非前丹島灯台丹島が無人島となると夜間は真っ暗闇となり高校の障害になることから1975年に岩山南端の貯水槽の隣に鉄製灯台として建設され同年12月29日に初点灯した。百八十八年九月十三日には 明かり室の変更及び陶器が LD 完成器2型に改良された。現在建っているのは強化プラスチック製の2代目で1998年12月17日の建造。長崎市は長崎市丹島見学施設条例で丹島に長崎市丹島見学施設を設け、桟橋、見学広場、見学通路を設けると定める。また、 見学施設を利用することができるものを原則として許可事業者及びその係員並びに許可事業者の船舶により運送されたものに限定している。また、長崎市は、炭島への立ち入りの制限に関する条例により、安全確保のため、担当の区域のうち、長崎市炭島見学施設条例で定められた、見学施設の区域以外の区域への立ち入りを市長が、 特別の理由があると認めるものを除いて認めていない。炭島には飛行場がなく、また別の陸地とをつなぐ橋梁もないため、炭島へ至る交通機関は船舶に限られる。一般開放されている範囲では、観光ツアー線での上陸が可能。かつては三菱が、車線、夕顔丸を運行していたほか、野茂商船が、長崎港より、伊王島。 高島を経由して単島に至る航路を運航していた。1970年の時点では1日12往復、長崎までの所要時間は50分であった。距離は長崎港から約 20km。これらの航路は島の無人化により廃止され現存しないが、廃墟や近代解散として単島が注目されるようになると、島の周囲をめぐる遊覧船が 長崎港などから運行されるようになった。上陸は禁止されていたが、それでも上陸を試みる無法者は多く、その場合は、海上タクシーなどが利用されていた。長崎市の長崎市丹島見学施設条例と、丹島への立ち入りの制限に関する条例により、見学可能エリアは一部に限られるものの、2009年4月22日から、観光客が上陸。 見学できるようになった。旅行会社や海運会社が上陸ツアーを行っている。軍艦島コインシェルジュ、ヤマサ海運や高島海上交通の上陸ツアーの場合、料金は大人が4300円。2010年8月には、伊王島からの上陸ツアーも開始された。正し役天候の場合、すなわち風速が秒速五メートル超、波高が点5メートル超、 指定が500メートル以下のいずれかに該当する場合には、ドルフィンサンバシが利用できず上陸できない。そのような場合でも、欠航でなければ、施設使用料300円以外の料金の払い戻しは、ない。ヤマサ海運の2009年度の統計によると、全体的に欠航便や、上陸中止便が、それぞれ数割ほど発生しており、2月と9月はほぼ9割が、 上陸できているのに対し、7月の上陸率はわずか34%にとどまる。なお、軍艦島クルーズはヤマサ海運が商標登録している。国内では民間による世界遺産への登録運動が行われ、2006年8月には経済産業省が単島を含めた明治期の産業施設を地域の観光資源として活かしてもらおうと。 世界遺産への登録を支援することを決定した。2008年9月に九州、山口の近代化産業遺産群の一部として世界遺産暫定リストに追加記載されることが決まり2009年1月に記載された。一方、軍艦島を国の文化財に指定する動きは2013年11月5日の参議院内閣委員会にて 秋の構造参議院議員が未だ国の文化財ではなかった軍艦島に国の財政支援を求める質疑を行い国が必要な予算の確保に努める意向を示したことで2014年1月に長崎市は文化財指定に向けて意見具心を行い2014年6月20日に文化審議会が軍艦島イコール単島単行跡を含む3つの単行跡で 構成される高島炭鉱跡を史跡に指定する洋文部科学大臣に答申して2014年10月6日に軍艦島は国史跡として文化財指定された。これで軍艦島が世界遺産登録へ向けて非可動遺産に必要な要件である国の文化的価値、付けが明確になった。2015年5月5日、 国連教育科学文化機関の諮問機関、イコモスが、単島を含む幕末から、明治の重工業施設を中心とした、明治日本の産業革命遺産の全23施設を、世界文化遺産に登録する。要勧告すると、韓国は、かつて、日本が、軍艦島で、朝鮮人を、強制労働させた過去を理由に官民を挙げて、 担当の世界文化遺産登録を阻止する運動を開始した。2015年5月11日に韓国ソウルで開催された日韓議員連盟の合同幹事会で明治日本の産業革命遺産の世界文化遺産登録に韓国政府が反対していることについて政治問題化しないよう韓国側に理解を求め22日に 継続して協議することを確認したが、翌日、韓国国会は、本会議で、日本政府が、明治日本の産業革命遺産の世界文化遺産への登録を推進していることを求断する決議を可決、採択した。2015年5月20日、韓国大統領の、朴ク,クネ大統領は、 ユネスコのボコバ事務局長と会談し、歴史に背を向けたままの世界遺産登録の申請は、国家と国家の不必要な分裂を招くことだと述べ、登録反対を直接伝えた。6月11日には、インヒノエヨ外交部長官が登録阻止のため、ユネスコ委員国を歴訪した。民間では、主要な韓国のキリスト教の指導者たちが会見を、 行い、日本キリスト教協議会に、働きかけ、日本の帝国支配に関連する、世界文化遺産を登録する日本の試みを非難する、共同声明と題した日韓の共同声明を発表。これに対して、日本の推進派は超党派の世界遺産議連を結成して、登録実現に向けて、働きかけを強めるよう政府に求める決議を採択した。 この問題について、日本の岸田文夫と韓国のインヒノエヨによる外相会談が開かれ、日本が韓国のくだら歴史遺跡地区を世界文化遺産に登録することを支援する代わりに、韓国も明治日本の産業革命遺産の登録を支援することで合意したが、韓国のくだら歴史遺跡地区の登録が採決された翌日、韓国は合意を保護にし、 明治日本の産業革命遺産の登録に反対を表明。最終的に日本政府は韓国政府に譲歩し、日本が徴用政策を実施していたことについて理解できるような措置を講じることを約束し、担当の登録が採決された。この結果について韓国は日本が韓国人を強制漏液させた事実を認め、 韓日和解ムードが形成されるきっかけになったと評価し、両国で韓国人の被害者を慰めて未来志向の韓日関係を築くように日本に求めている。2017年7月、軍艦島の案内情報に朝鮮人強制徴用に関する記述がないことを理由に。 韓国のサネノブ女子大学校教授の女系徒くらにより、ユネスコに軍艦島を世界遺産撤回するように求める運動が展開されている。ウィキメディアコモンズには、タン島に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。